始まってんのかな。あ、こんにちは。っていうか、こんばんは。こんばんは。こんばんは。<laughs> 初めてこういうのやります。<laughs> いや、もう。はい。もう少し。時間なったら。あの。 始めようかなと思いますいや皆さん本当にありがとうございますいやもうすごいあのすごい人数集まっていただいてあの昼あの4人であの僕の誕生日のインスタライブやったんですけどあのちょっとそのなんか多分多分忙しかった 方が多い時間帯だったのかなと思ってちょっとあの夜あのもう仕事終わったんですけどあのでもみんなみんな皆さんと喋りたくてあの <laughs> もう本当に短い時間ですけどあの一緒にちょっと喋喋喋ようかなと思いますやばい初めてなんでなんか あのどうしよう <laughs> あのとりあえずあのコメントとかあの聞きたいこととかあったらぜひいつでもあの送ってください <laughs>、えー「気遣いが素晴らしすぎる」あ全然そんなことないですあのやってみたかったんですよこういうの。 なんで全然僕もあの楽しみにしてましたありがとうありがとうおめでとうありがとうございますはいあの一緒にこう26歳あの民の皆さんと一緒に迎えて嬉しいですありがとうございます <laughs> 今日はねあのー 今日いろいろありましたねあのインスタライブやってでちょっとあの仕事終わってあので今ここって感じです部屋綺麗に保つって難しいですよねはい難しいです新曲のスポお願いしますえーどうしよう ちょっと僕一人にはあの権限がないのであのいやでもあの結構みあの皆さんにはあのマッシュアップのあの動画をよーく聞いてほしいです実は思ったよりあのラウド要素が僕的にはすごい多いのであのよーく聞いてくださいはい誕生日迎えて初めてしたことはえっと 家帰ってゴミを捨てました <laughs> お誕生日嫁と中国語で教えてほしい生日ンジュ・カリ,リ,リストあっっちゃったあの二人ぐらいあの中国語で LINE あの送ってくれたのすごい嬉しか,ったですなんか心温まりました <laughs> フェンファンの歌詞を楽しあフェンファンの歌詞楽しみにしてるよありがとうございます日比呂の服と一緒のような私服ですかはい私服ですあの途中仕事衣装だったんですけどあのもうはいあの 私服に帰ってきました、えー、次にしたい髪色は何色ですかでも結構僕今あの,あの今季の衣装あの今季の髪色をすごい気に入っててあのもうちょっとやりたいですねはい <laughs> 誰か送ったか教えてほしい いやそうですよね。なんかいや、僕でも、あの、途中、あれこれ誰って、あの、何人かなったんですけど、でも、あの、さすがに普段来てる感じとか、喋ってる感じからわかるので、最終的には僕もう全部分かったんですけど、あの、難しいですよね。はい。<laughs> えー、明日中国語省テスト頑張ってくださいえー、教え LINE 誰か教えて誰だっけあちょっとこの今頂い,いてるスマホあれない公式 LINE まさかに登録してない なんていうことだあでもちょっとおお覚えてる範囲でえっと最後の旅行のやつはおそらく省吾かなで 中国語の2人はリヒトとマサヤですねリヒトはあのプライベートの,あのメッセージも中国語で送ってくれましたありがとうございますであの隠れギャルあれ多分、あれヒロムかなであともう1人なんか映画見に行こうってしゃって。 話してたのはタクミであのくんづけで読んでくれるのあの多分拓海と恭輔しかいないから「あの、狙ってないのに面白い」って送ってくれたのは多分恭輔で「ネプリーク」大活躍はジンで一番最初はあの、一番最初。 シューポンパンツかパンパンみたいなあれはあのタケルがたまに呼んでくれるからあれタケルです。で、あのー、一緒に買い物しに行こうタッタラタみたいなタッタラタタッタラタッタラタ <laughs> あれちょっとはいあれあれユダイです。で、あと誰ああとあのああなたのあなたの撮る写真大好きですはヒロと ですヒロトはあの前も僕がき僕がヒロトにそのあの誕生日の名前送ってその返してくれたのが「いっぱい写真撮ってね」ってあのだったので多分あれヒロトですこれで全員漏れてる人いるいや機応力そうなんですよ僕機力意外といいんですよ あのなんか前昔カフェで働いてた時あの毎日あの実はあのプレートとかあのフードあフードってあ,あの冷蔵庫みたいなあのフードあるんじゃないですかあれ毎日あのプレートとか名札っていうかああのあの出してあの掃除してでもう一回並び直すんですけど。あのあのの もう結構ねあの3日間ぐらいで全部覚えてあの、毎日もう紙とかもう見ずに並べるようになったんであの、記憶力がいい方かもしれない <laughs> はいありがとうございますあ全員いったありがとうよかったはい <laughs> すいません、あの喋りすぎて全然あのコメント呼べんかったえー、えー、っと最近どこに旅行しに行ったのっていうはいど最近は一番最近あのこの間ラジオもあのちょっと話してたんですけどあの 京都京都あの京都グラフィーっていう写真の展示があるんですよでそれあの5月のゴールデンウィークゴールデンウィークいっぱいとかだった気がしてああのたあの結構短い間でやってたんですよでそのこ京都グラフィーどうしても見に行きたくてあのマジでもう弾丸京都行ってきました。

バイそっかあの時差もあるからあの今から学校行く人もいるいるんですね奈良にも来てあ奈良行きたいです奈良あの昔超昔行ったことあるんですよあの鹿 見に行きました。遠距離減退、遠距離現在の展示会行ったよ、対応ありがとうございます。っていうか、なんで僕が。ありがとうございます。あ、あ、なんで、あの、僕が言ってるかわかんないですけど。でも、あれ、本当に良かったので、あの。ね。僕、すごい。響くことが。響。響いたことがありました。また、プライベートで広島来て、あ、な、なんか。い,いろんな都道府県の方から。 方々から来て来て来てってあの来てるんですけどはいマジであの20代のうちに全部あの制覇したいですお明日株ムワ行くよありがとうございますお,たあのお待ちしておりますあ音が映画監督ですいつか フェンファンンァに見てもらえますようにあっていうことであのー、僕もともと5分10分ぐらいしか、あのー、やるつもりなかったんですけどなんかすごいいき,いきなりめちゃめちゃしゃべっちゃって。 最近見た映画を教えてあのこれは最近見た映画良かったのが「あのありふれる教室」っていうドイツの映画なんですけどもうあのめちゃめちゃ考えさせるあの楽教環境についてすごい関係させ考えさせるような映画だったのであのおすすめです。 はい、ということであのー、遅くまでお付き合いしていただいてありがとうございますあのー、26歳ということであのー、本当に20代の前半というか過去の10年僕ブログにも書いたんですけどもう マジでその想像すらしてこなかったことばっかり起きてて自分の周りに。であの全然もうあのどんなこれからどんな人生があってもあの多分頑張ってやっていけるような自信はあるんですけどまあその何て言えばいいんですかね まあどんな人生になってもあの受け入れるんじゃないんですけどあのそれかきっとなんか運命の定めじゃないんですけどはいあのもう自信持ってどんなことがあってもそれ自分にとってベストなあのポジションだと思って。 すみません、なんか話しまとまらないですけどまああの一言で言うとこれからもあの、楽しんで生きていこうと思いますはい <laughs> えー、皆さんも本当にねありがとうございますあ中国語で書いてくれた方います分さん <laughs> あの <laughs> はいあのまあでもきっと僕ならあのー、30代でもかっこよく生きていけると思いますあなんか本当にねいろんな コメントまたまた読んでいきたいと思うんですけどはいそろそろこれで、あのー、締めようかなと思いますスクショタイム <laughs> はいありがとうございましたバイバイあんにょんタジェん Love you. See you. O, yes,